トゥーランド Vlog のお時間です。はい、世界各地に巨石文明を広げた謎の海洋民族ラピュタ人の痕跡をたどるペトログリフシリーズ超実践編。今回はラピュタの英知を受け継いだシュメールの王族がたどり着いたと推測される木曽川について徹底探索していきます。はい、ということで、はい、ペトログリフシリーズ実践編がついに、はい、始まりましたよ、これ。よいしょー、よいしょー、実践編。ロケですよね。ロケやね。まあ、今回はね、まあ、考察なんですけれども、うん、日本でも数少ない巨石遺跡、ペトログリフ研究家である竹内和忠先生のロジックをもとに、うん、自力でラピュタの痕跡をたどるという考察&フィールドワーク会でございます。おー、考察してそのまま行っちゃえみたいな。そうで、今回が考察で次回がフィールドワークっていうね。なるほど。というのもね、これまでは竹内先生の監修のもとに10本以上のペトログリフシリーズをがっつりやってきたわけなんですけれども、うん、これは竹内先生の研究内容を世の中に伝えたいという思いとともに日本各地に点在する、まあ、巨石遺跡とかペトログリフを視聴者の皆さんが自分たちで見つけられるようにしたいという思いもあったんですよ。なるほど。せやねん。このロジック分かったらどこでも行けるわけやもんね。最初の方にオープンソースにするよってね、うん、言うてますからね。言うてたね。そう、日本ではペトログリフ研究をしている方がまだ少なくて、世界的に見ても研究が遅れているため、平気で意味のある石を廃棄されたりとか、うん、まあ、工事によってね、重要な痕跡の残り石が撤去されたりしてしまうと。はいはいはい、まあ、そういう現実があるんですよ。言ってたね。悲しいね。ねえ、顔石やん。誰がや、誰が顔石やどっすみたいな。どっすん近くやん。そんな重要な文化財を知らへんっていうね、うん、そんな理由で捨てられてしまうことが少しでも減るように、うん、まあ、トゥーランドブログを見ている視聴者の皆さんが自分の力でペトログリフを発見できるようにしていこうっていうのがね、まあ、今回の動画の趣旨なんですよ。めちゃくちゃいいやん。ええでしょ。うん、なのでこのペトログリフシリーズ実践編の動画では、視聴者の皆さんも一緒になってペトログリフを探せるように、どういうプロセスでどんな仮説を立てて検証していくのか、うん、その手法をシェアしつつ、次の動画でその仮説に従って巡っていこうっていうね。おお、そういうお話ですよ。いや、初挑戦だ。そうなんですよ。これ楽しいやつやで。言ったらね、巨石遺跡とかペトログリフ初心者の僕たちが、うん、ゼロから探したら本当に見つかるのかっていうのを検証するのが、まあ、今回の動画でございますよ。いいね。でラピュタ人の痕跡は見つかるのかね、うん、日本中どこでもできる実践編ではありますけれども、せっかくなので今回は僕たちの活動拠点である、はい、愛知県周辺で調査していきたいと思います。なるほど。まずは巨石遺跡を作った海洋民族ラピュタ人の習性を考えて、うん、ね、上陸候補から探っていきたいと思います。はい、海洋民族ラピュタの上陸候補地を探せ。竹内先生の理論というのは、ハーバード大学の教授であり米国碑文学会所長のコ・バリーフェル博士が提唱したエンシェントワンワールドっていうね、仮説をもとに構築されています。うんうん、エンシェントワンワールドは超古代世界は一つの文明によってつながっていたっていうね、そういう考えであり、世界各地で見られる謎の巨石遺跡は同時多発的に起こったものではなく、ある海洋民族が遠洋航海によって意図的に世界中に広げたものであるという説なんですね。なるほど。竹内先生はこの理論をもとに、巨石遺跡を世界各地に広げた海洋民族をラピュタ人と定義し、うん、独自の調査を進めていきました。はい、その結果、謎の海洋民族ラピュタ人は今から1万年前から5000年前頃に活動し、古代の日本を拠点としていたことが分かってきたわけですよ。しかし5000年くらい前になってくると、まあ、地球がね、コマみたいにこうぐるっと回っていく歳差運動の影響と、うん、太陽の活動の弱体化が重なって、地球はね、再び寒くね、寒冷化し始めるんですよ。それによってベーリング海峡が閉ざされてしまい、北極海航路が通れなくなっていくっていうね。はいはいはい。でこの頃から北緯30度のラインが、まあ、乾燥地域となっていっちゃってね、砂漠化していくんですよ。サハラ砂漠が砂漠化し始めたのもこの時期だと言われてます。そうなんや。昔は砂漠じゃなかった。
ですね。まあ、こういった気候変動によって北欧にいたラピュタ人は森の民と交わって、まあ、ケルト族となり、うん、中東にいたラピュタ人はシュメール文明を立ち上げたマガン族となり、はい、シュメール人になっていくみたいなね、うん、でまた別の一派は超高度な航海術造船技術を持っていたフェニキア人とな り, なりでそこから時代が下ると、まあ、イスラエル、うん、ユダヤ人になっていったのではないかとはいう結論に至ったわけですよ。だいぶ歴史のこの流れがね見えてきたね。これすごいよ ね, ね。そして日本各地に残る巨石遺跡から、ね、いろいろ発見される大量のペトログリフを調査した結果、うん、そのほとんどがシュメール、ケルト、フェニキア人のものであるということが明らかになったわけですよ。なるほどね。しかも違う信仰を持つ別々の民族が同じ場所で、はい、ね、採集を行っていた形跡も発見されたっていうね。これが本当ならもう大発見ですよね。そうやね。つまり海洋民族ラピュタの英知を受け継ぎ枝分かれした様々な民族は長い時を経て日本へと再び舞い戻り、うん、ラピュタが残した巨石遺跡をなぜか発見して、はい、そこにペトログリフを刻んだということになるんですよ。しかも混じり合ってってね。そう、当チャンネルではラピュタの英知を受け継ぐ、まあ、枝分かれした全ての民族を細かくね考察しているので、はい、まあ、詳しくはペトログリフシリーズをチェックしてほしいんですけれども、うん、まあ、とにかくね竹内先生のロジック通りに調査していくとおうびっくりするぐらいピタピタに、うん、ラピュタの痕跡とか、うん、その英知を受け継ぐ民族が残したペトログリフが発見されていくわけですよ。おぉ見てみたこれ動きこの動きの声で今回はその竹内先生のロジックにのっとって調査をしていきたいと思うんですけども、うん、まずはね海洋民族ラピュタ人の上陸候補、うん、これを探していきたいと思います。はい、候補地探し。そう、竹内先生曰くね海洋民族ラピュタ人というのは北赤道海流とか黒潮なんかの海流を利用してめちゃくちゃ長距離の遠洋航海を行っていたと、はあ、まあ、考えているんですね。なるほど。まあ、言ったら海洋民族ラピュタ人にとっての海流が、うん、まあ、僕たちにとってのもう道路みたいな、あ、もうそんくらいのイメージですよ。はいはい、海流ってすごいっていうもんね。すごい。ラピュタの時代からねだいぶ経ってから日本へやってきたシュメール、ケルト、フェニキア人たちも海洋民族ラピュタの英知を授かって航海術や操船技術なんかを身につけていたので、まず海流に注目するというのは、うん、まあ、間違いなさそうなんですよ。まあ道みたいなもんやもんね。そう言うたね、それ同じこと言ったね。そうするとまず日本周辺の海流を見ていく必要がありそうやんか。うんうん。でこちらがね日本周辺の海流を表した図になります。はい。おー、ポリネーシアの方からやってきた海洋民族ラピュタ人たちは、まあ、黒潮に乗って北上し、うん、まあ九州とか熊本にやってきたと、うんうん、まあ、言われてます。なるほど。でも別にそこだけじゃなくいけそうよね、この感じを見るとね。いろいろあるね。竹内先生が熊本の方だから、うんうん、熊本を中心にこう調査してらっしゃるんですが、うん、こう見ていくと日本中にこう行ってる可能性あるよねと。まあ全部流れてるもんね。そう。そして、まあ、九州の方にたどり着いたラピュタ人は有明海の方に入ってで、うん、そこから河口を見つけて、で緑川とか筑後川を遡上していって、うんうん、でこう水が湧き出る源泉を求めていったんですよ。うん、川をまあ上がっていく感じね。上がっていってね、うん、ここでのポイントは海洋民族ラピュタ人は湧き水を求めて川を遡上するっていう、うん、そういうところなんですよ。なるほど。つまり海洋民族ラピュタ人が通る黒潮のルート上で河口が分かりやすい大きな川であれば、うん、でこのラピュタ人がたどり着いている可能性が高いと。確かに。いうことなんですよ。なるほど。そう。ただ、このラピュタ人はね、河口から川を遡上していったわけですけども、うん、沿岸部を闇雲に辿ってね、河口を探すっていうのはちょっと非効率やんか。まあ確かにね。もっとわかりやすい目印のようなものがあったはずなんです。そもそも川っていうのは、高地からこう低地へと流れていくので、うんうん、まあ低地に河口があると、うんうん、まあ、言えますよねと。そうやね。つまり、低地の地形の特徴がわかれば、河口が見つけやすいと。まあ、言えるわけなんですよ。確かに。一般的に、この沿岸内陸部の低地は湾と言われてます。湾っていうのは、まあ、こんな感じで陸地に入り込んだ海のことを指すんですけれども、はいはい、海抜が低いところは海面の上昇によって水没し、うん、まあ、海の中へと沈んでいくため、うん、低地を探すなら湾を探せばいいと、うんうん、いうことになるわけです。なるほど。まあ、効率がいいとね。熊本を事例として見ると湾になっている有明海の奥に緑川と筑後川の河口がありますよね、うんうん、つまり湾を探してその突き当たりに河口を見るっていうのは一つの指標になりそうじゃないですかこれ。うんうん、せやね。さらに竹内先生の説によると、ラピュタの英知を受け継ぎ巨石遺跡を訪れてねペトログリフを刻んだシュメール、ケルト、フェニキア人はその場所にね
ペトログリフだけじゃなくて地名の痕跡も残していったと、うんね、そういう風に述べられてるんですよ。せやったね。これがめちゃくちゃ重要やと、うん、2007年に文化功労者に選出された近畿大学教授で日本地名研究所所長だった故谷川健一氏が語った、地名は民族の出自を表す、そして5000年のすり替わりを見る、またそれは嘘をつかない、はあ、っていう言葉で、ドイツ民族学者のゲルハルト・ヘルム氏は著書フェニキア人の中で書いた、フェニキア人は地名作りの名人であるっていう、こういう記述ね。はいはいはい。優れた造船技術を持ち、アルファベットの原型となったフェニキア語を作ったフェニキア人っていうのは、もうめちゃくちゃ秘密主義やったと。はいはいはい。まあ、考えられているんですけども、まあ、自分たちの信仰とか文化っていうのをこう各地に地名として残し、フェニキアのテリトリーを表していたと。はいはいはい、いうわけなんですよ。地名でわかるんやね。そう、もちろんテリトリーっていう意味もあるし、うん、同族に近い歴史を持つ人たちにわかるようにしていったっていう、うん、あー刻んだりしてね、可能性もあるよね。確かに。ということは川の流域にシュメール、ケルト、フェニキアにまつわる地名が見られたら、そのルートは非常に濃厚だと言えそうですよね、うん、ちなみにね、竹内先生っていうのは古地図を購入して、昔の地名を見ながら仮説を立てていくと。あ、すごい。そもそもなんて呼ばれとったのってとこを、まあ、知るために、まあ、古地図を買ってたわけですけども。なるほど。古地図を探して購入するのはなかなかハードルが高いため、まあ、今回は Google マップと、まあ、かつて呼ばれていた地名を、ね、ネットで調べながら探していきたいと思います。はい、それは大事です、ね、これみんなができるようにする話ですから、ね、そうやね、みんな古地図買われへんから、ね、そうそうそう、楽してるわけじゃないから、ね、愛知県の過去に存在したラピュタの痕跡。それではいよいよね、愛知県周辺に絞って調べていきたいと思います。おい、先ほどの海流の図を見ると、愛知県周辺は太平洋側を通る海流に乗ればたどり着ける位置にあるため、船で現在の愛知県まで来ること自体は、まあ、そんなに難しくなかったはずです。はいはい。ちょっとこの黒潮大蛇行って気になるけどね、これね。おお、もや蛇行してなさそうな感じするそっち入っても危なそうやな。ではそんなね、愛知県周辺にある湾を見てみましょう。おい、ドンと来た来た。愛知県周辺で河口が流れ込む低地を探すとね、ご覧の通り巨大な伊勢湾があり、その右手には三河湾がありました。はい、愛知のね、でカニみたいな形のね、ね、ちょうどこの巨大な伊勢湾に流れ込む河口の中から代表的な河川を見たところ、1、木曽川、2、長良川、3、揖斐川の3河川に絞られます。はい、ここで木曽三川って言われてるね、有名やね、有名な川たちですよね。どうですかね、まずはここまででラピュタの上陸地の条件である海流に乗ってたどり着ける場所であること、河口を発見しやすい湾があること、はい、この2ポイントは抑えましたよねと。それでは超重要ポイントである、はい、地名はどうでしょうか。あ、そうやね。ね、実はねこの3つの河川がびっくりしてんけど、おう、全てシュメールにまつわる地名なんですよ。あ、そうなん。せやね、まず、おう、長良川。長良川、これはめちゃくちゃ分かりやすいよね。ほう、ナーガですよ。あー、ナーガラ川ね。ナーガラ川ね。そう、指神ナーガです。はい、確かに。で、中央を意味する中区みたいな意味じゃない中とか長っていうのは、蛇神長信仰があった可能性が高いそうです。へぇ、蛇神長信仰っていうのは、ね、この全ての源流となるラピュタ人が崇拝していたらしく、その流れを組むマガン族が信仰していた。あー、はいはい、ね、蛇神様ですよね。で、彼らマガン族は蛇神長神をトーテムとし、シュメール文明を立ち上げた後はカンボジアなどの東南アジアで活動していたと言われる海洋民族です。メコン川流域に栄えたメコン文明は彼らマガンの名前が語源になったと言われるほど強大な勢力を誇っていたようで、後にアンコールワットを作るクメール王朝はマガン族が伝えたシュメールの文化が根底にあると、まあ、竹内先生は言ってます。はい、つまりシュメールからクメールという名前になったんだよと、いうことですね。まあ音もなんか近いしね。そう、竹内先生曰くラピュタの英知を受け継いだ民族がね、世界に行ったやんか、シュメール、ケルトとかね、マガン族とかね、はいはい、人たちは長い時を経てもう一回日本に戻ってきたよと、でその日本出戻り組は5グループあったよっていうね、はいはいはい、そういう話してきましたよね。このマガン族っていうのは出戻り組第一陣である、第一陣シュメールの王族、護衛のケルトと共に航海し、日本にやってきた海洋民族なので、この木曽三川のうちの一つがナーガ信仰なのは納得ですよねと。そうやね。つまりこの第一陣が、木曽三川に来てたとすれば、はい、そらその蛇神信仰あるよねと。めっちゃ残ってるよねと。ちなみに第一陣として日本にやってきたシュメールの王族ケルトはね、マガン族が先導してね航海しているので、インド洋を渡りマレーシアを回って台湾沖縄を越えてきた南ルートの人々と
ということになります。なるほど。台湾沖縄を渡ってきた人々ということを念頭に置きつつ、うん、2つ目の揖斐川を見てみたいと思います。はい、揖斐川。でもこの揖斐っていう言葉、うん、あんまり聞きなじみないですよね。うん、揖斐あんま聞かんな。なんとね、ほう、沖縄において揖斐というのは、うん、神様の領域と書いて神域を表し、ね、そこで祀られる霊石として崇拝される巨石のことを揖斐って言うんですよ。なんかすごい神聖な名前やん。そこかい。第一人である南ルートの香りがプンプンとしてけえへんか。揖斐って名前の時点でってことだよね。そうですよ。いや確かに。またシュメール王族を乗せたこのマガン族が南ルートから来て沖縄を来てね、来てそこにあの巨石のことを揖斐と呼んで呼んで、その集団が基礎三世に来てると、はいはい、いう話になるやんっていう。そういう話です。そうなるやんね。分かってた。あ、分かってたよな。分かってたよ。ここで補足説明ですけれども、この日本出戻り組第一陣の筆頭であるシュメールの王族ですけれども、うん、具体的にはね、シュメール文明ラストの王朝といえるウル第三王朝の人々だったと、まあ、考えられています、うんうん、でシュメール文明っていうのはこんな感じで、最初のシュメール都市国家がアッカドに滅ぼされて、うん、次にウル第三王朝として復活するんですけども、うん、最終的に古代バビロニアに滅ぼされてしまうんですよ、うん、でこれが大体4000年くらい前の話なんですけども、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教を信仰する経典の民の始祖といえるアブラハムが、うん、ウルを旅立ったのもこのタイミングだと、うん、まあ、考えられています。そのタイミングだよね。そう、その件について詳しくはこちらの動画でお話しているんですけれども、古代バビロニアを立ち上げるアムル人にシュメールの都市ウルを襲撃され、国を出ざるを得なくなったアブラハムが、うん、カナンの地を目指すきっかけだったのではないかっていう、うん、そういうお話覚えてます？覚えてますよ。覚えた。覚えてますよ。つまりシュメールの王族が自分たちの国を出てどっか違う場所に行くっていうのはこのタイミングしか考えられないんですよ、うん、この時に国から出たシュメールの王族の一部がコケルト族に護衛され、でマガン族の船に乗って古代日本に到達していたというのが、うん、竹内先生の説なんですよ。うーん、そしてなんとウル第三王朝の5代目にして、うん、最後の王様が揖斐。揖斐、揖斐って名前なんですよ。もう確定因数みたいな来た。正確に言うと揖斐信なんですけど、あ、名前に揖斐がついてるんですよね。あ、それはそうやね。信っていうのは、うん、シュメールの月の神様で表してるんですけども、うん、揖斐という言葉は神様を表す言葉なんです。おお、ものすごくピタピタやんか、うん、末期のシュメールは50の数字を持つ風神エンリルを、まあ、至高の神としながらも祀る神様自体は各年ごとに違った、まあ、言われてるんですけども、ウル第三王朝の最後の王様は月神を祀っていたようです。ほー、ピシャピシャや。生徒竹内文書でも古代の日本では16氏族がこう日本に旅立っていって、うん、長い時を経て帰ってきたのが、はい、ね、アマテラスサノツクヨミっていう話やったけども、あったよ。ラピュタの英知を受け継いだ、うん、第一陣の出戻り組が、うん、蛇神ナーガの信仰を持ってるわ。持ってるわ。シュメールの王族なんで、うん、風神エンリルですよ。うん、お牛の角を持って、あら、50の数字がある、あー来た、ね、信仰を持ってて、かつ月神の信仰まであると。スクヨミが帰ってきたというふうにも見れるし、そうやね、サノーのようにも見えるっていうね。うわ、ちなみにさらに共通点として、始祖アブラハムとそのお父さんテラも月神信仰やったんですよ。そうなんや。そう、その理由もこちらの動画で詳しくお話してるんですけども、ほう、この考察がリアルだとすると、うん、シュメール最後の王朝である揖斐信の一族が、うん、南ルートの沖縄を経由して、うん、愛知県にたどり着いてるっていう、可能性があるんすよ。どうやらその線が濃そうやね。すごい簡単。濃そうや。これはもう相当なピタピタ具合じゃないですか、これ。そして最後ですよ。次回のフィールドワークの調査地である木曽川。おー、木曽川。これどうなのって話ですよ。これはシュメールの香りがしてるんかね。そう。この木曽というのは、これまたシュメールの超重要な都市、キシュを表していると。あー、キシュ。そう、考えられるわけですよ。シュメール初期王朝時代を記した、うん、シュメール王名表によれば、12000年前に起こったもう伝説的な大洪水の後に、うん、まあ、一回人類が滅びた後に、うん、王権が降りた都市がこのキシュだと、ね、言われており、キシュの王様はシュメール世界全体を支配する存在だと、まあ、考えられていたんですよ。すげえ聖地みたいな。そう、このキシュ第三王朝を開いたのが、以前お話したこともある伝説の女王クババであり、主催人がなんと、うん、あの女神イナンナなんですよ。おー、
えー、そうなんや。ね、これまたいろいろとピタピタけえへんこの感じ。ほんまやな。でシュメール神話の中でも特に重要な女神イナンナですけども、うん、音がね、長野県の伊那市にも似てますよね。うん、ああ、そうやね。そう。なんと、この紀州の音がある木曽川からずーっとね、うん、こう辿っていくと、木曽山脈があるんですよ。で、そこに諏訪湖があるんですけども、はいはい、この諏訪湖から流れる河川が、うん、天竜川。この天竜川が流れる町が伊那市なんですよ。そうなんや。伊那の流れもある、ね、あるね。紀州の名前があって、この紀州で祀られてた女神が伊那ですと。辿っていくと、まあ、天竜川につながって天竜川の地名が伊那市。うわーピタピタや。しかもこの伊那市の伊那っていう言葉も大和朝廷の時代よ、うん、めちゃくちゃ昔よね、うん、海外からやってきた技術者集団のことを伊那と呼んで、はあ、それが起源となってるっていう、これも怪しい話じゃないかいと。ピタピタな話やね。びっくりすることに、うん、もう木曽三世の全ての川が2人でも3人でも4人でもない日本出戻り組第1陣の特徴を持ってるんですよ。すごくない？すごいね。ただ、まあ、言ってもまあ地名やからこの段階やったらね、うんうん、まあ、強引なこりつけじゃないのと、まあ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 、揉まれてもおかしくない話ですけども、まだね、ここから実際にこう言ってみてね、シュメールとかケルト、うん、蛇神ナーガ信仰を持つマガン族なんかの形跡が出てきたらもうこれビンゴでしょと。確かに。それではね、ここからはね、実際現地行くのは次回ですけども、うん、まあ、この Google マップ上というかね、はいはい、ネットとかで調べつつ深掘りしていきたいと思います。はい。シュメールの痕跡が残る木曽川。それでは早速ね、シュメールの都市紀州の音を持つ木曽川について見ていきたいと思います。はい。木曽川っていうのは長野県から岐阜県、愛知県、三重県を通る一級河川で、うん、古くは木曽川、木曽川などと表記されていたそうです。うんうん。いただきましたね。はい。この祖という文字は、うん、出雲口伝によると、ユダヤ系の羊を表す文字だとされており、うん、竹内先生の説では、祖イコールシュメールを表すと、まあ、考えられています。はい。トゥーランド Vlog では、シュメールの文化がそのままユダヤ人に深い影響を与えていると、うん、まあ、考察しているから、はい、まあ、ここはイコールと捉えて良さそうですよね。うんうん。さらに、シュメールの天文学には、月宿と、月の宿と書いて月宿と言われる天球上の天の赤道付近を分割するっていう、そういう考え方があるんですよ。そしてこの月宿に基づいて作られた28宿っていうね、そういう考え方があるんですけども、うん、これは中国の天文学占星術では28宿をベースにした28星宿図っていうのがよく使われていたんですよ。そうなんや。そう、シュメールの天文学の伝播っていうのはシュメール人の移動とともに起こったと、うん、まあ、考えられています。はい。この28星宿図が中国蘇州の孔子廟にある南越時代の巡遊天文碑に残っているんですね。あ、そうなんや。つまり蘇州にシュメール人が移動してきて、この天文学が伝播していったということが考えられるわけです。このように蘇の州にはシュメールの痕跡がしっかり残っているとも考えられるんですよね。しかもこの蘇州は長江の南側デルタ地帯の中心に位置しており、都市内は運河が通って水運が発達するっていう、まあ、そういう都なんですよ。あ、そうなんや。まあ、こちらの動画でもね、以前お話しておりますけども、川の近くの肥沃なデルタ地帯に都を築き、都市の中に運河を走らせて船を使った輸送を行うっていうのは、うん、まさにシュメール文化そのものと言われてるんですよね。なるほど。そんなシュメールの文化が色濃く残る都市が、まあ、蘇州という名前になってるっていうことは、うん、まあ、出雲口伝で伝わるようにこの蘇の文字自体がシュメールにゆかりになる可能性が、うん、まあ、高そうっていうね。うん、なるほど。いろいろなこう根拠もあるよっていうね、うんうん、な話がそれましたけども、おい、まあ、そんなシュメールを表す蘇の文字が木曽川の古い名前として使われていたということは、やはり木曽川流域は、まあ、シュメール系の香りがもうずっとえげつないんですよ。だいぶえげつない。ないね。では実際に木曽川流域にある痕跡をね、見ていきましょう。はい。まず伊勢湾へと流れ出る河口周辺は愛知県の弥富市に位置します。うん。ですぐ隣に長良川とか揖斐川の河口があるため、うん、3本合わせて木曽三川と呼ぶわけですね。はい。こんな感じでぐーっとね、木曽川を遡上していき、うん、一宮市を越えたあたりでやはり蘇の文字が入った蘇原という地名や、あら、蘇南公園というかね、うん、施設がバンバン出てくるんですよ。バンバン出てくるんや。蘇がついてる。おう。で、木曽川より北は岐阜県鏡原市になるんですけども、うん、この鏡原という地には縄文時代の歴史が残る炉端遺跡などもあり、歴史の古い町であることは間違いなさそうです。この写真は炉端遺跡で復元された縄文時代の竪穴住居なんですけども、うん、ヘルト人が使っていた住居形式とね、ほぼ同じ様式になってるんですよ。おー、ほんまや。似すぎちゃう。似すぎてもほぼ一緒。そう、こう見るとこの鏡原市には、まあ、シュメールとかケルトの痕跡がいろいろとありそうですよね。ちなみにこの鏡原市は昭和38年に中町
中町、ソハラ町、稲葉町、ウヌマ町が合併して誕生してるんですよ。あ、そうなんや。そう、やはりシュメール由来のソが残るソハラ町、長野音が残る中町、そういう地名があるこの鏡原市には、ね、たくさんの痕跡がありそうですよね。ね、がっつり。その痕跡を一つずつ見ていきたいんですけども、長野音の名残がある中町には中地区のうぐす長身を祀る手力尾神社があります。はいはい、手力尾神社。雨の田力尾をね、手力って呼んでるんですけど、うぐす長身というのは神道においてそのものが生まれた土地の守護神のことを指します。はい、うぐす長身はそのものを生まれる前から死んだ後まで守護する神様とされており、違うところに移住しても一生を通じて守護してくれるとは信じられているんですね。なるほど。あのスズメの戸締まりのね、考察でも出てきましたけども、このうぐす長身への信仰というのはいわばその地域に住んでいる道徳の信仰を表すものでもあると言われているんですね。なるほど。そんな中地区のうぐす長身を祀る手力尾神社は、もともとは山の中腹にあった岩倉を祀ったのが始まりだと言われていて、 その岩倉で祀っていた神を御手倉明神と言っていたそうです。へ、しかし時代が下り社が建つと御祭神が手力尾になっていったという流れなんですね。なるほど。この手力尾神社の雨の田力尾は、天照大神が岩戸に隠れた時に、岩戸を開けるというか、開けた瞬間に天照大神を外へ連れ出すっていう、引っ張り出すっていうムキムキのムキムキの、神様ですよね。あの軍将、ね、軍将は知らん。なんだその部分か。軍将は人ね、言ってないね誰も。でそんな田力尾が祀られる手力尾神社ですけども、神社の梁を見ると、なぜか、ね、めちゃくちゃ見事な竜が2体いるんですよ。そうなんや。これよこれ。あーすんご。明日実際見に行くけどね。竜神信仰があったね、出雲系の神社やったらこのような立派な竜があっても不思議じゃないですけども、手力尾の神っていうのは、天照大神側の神様ですよ。だから竜神信仰っていうのはないはずなんですよね。ある意味竜神信仰を否定して、出雲の国移りを達成したとも言える天照大神サイドの神である手力尾の神が祀られる神社で、竜神がデカデカと飾られているっていうのは、なんか不思議というか、こう考えると手力尾の神を祀るよりもっと前から別の信仰が存在していたっていう、そういう風に考えられますよね。そうやね。もし神話ではね、天の岩戸を開く存在の雨の田力尾が本来の信仰を閉ざす神様として利用されていたとしたら、はいはい、ゾッとする話ではありますよね。まあそうやね、あくまでねエンタメ考察ですからねこれはね、でこの竜神信仰がもうデカデカとある上に、手力尾神社がある中地区の中の語源だと考えられるナーガというのは、竹内先生がシュメールの元を作った海洋民族であると推理するマガン族が信仰していた蛇神ですよね。このナーガはお釈迦様が悟りを開く時に守護したと、されておりね、仏教にこの竜王として取り入れられていったっていう、そういう流れがあるんですよ。あ、そうなんや。つまりナーガ信仰は日本でいう竜神信仰ということにもなるわけです。ナーガの音が点火した中地区に住んでいた人々が古くから信仰するうぶすな神社にデカデカと竜神が2体いる理由というのは、この蛇神ナーガを表すものだということなのかもしれませんよね。めちゃめちゃ立派におったもんね。そう、めちゃめちゃいっぱいおったもんね。痛いがね。鏡原市に残る地名を見ていったら、早速マガン族の痕跡が見つかったわけやんか。ね、他にもまだまだ気になる地名残ってるんですよ。あ、そうなんや。すごくいっぱいある。おお、今日話するのはその一部なんですけども、次に見ていきたいのはシュメール由来を表すソの字が残るソハラ町です。はい、ソハラ町の地名の中にその文字が使われているのは、古代にソハ氏がねこの地を治めていたからだと言われてるんですよね。このソハラ町のうぶす長身を祀る笠見神社は西暦864年に清和天皇によって建立されており、この地を治めていた蘇我の倉山田の石川麻呂が亡くなった後、ソハラに住む人々が蘇我の倉山田の石川麻呂を崇敬し祭祀したのが始まりだと言われてます。なるほど。そしてこの笠見神社のすぐ近くに鵜砂神社である笠見神社よりも古い神社である飛鳥神社があるんです。飛鳥神社。この飛鳥神社は蘇我の倉山田の石川麻呂が奈良県飛鳥時代の神である飛鳥の神をこの地に遷座させるために建立しているんですね。この飛鳥神社の御祭神である飛鳥田狼はどのような神なのかよく分かってないんですけども、一説によるとなんと水仁天皇の王子である錦入彦の御事だと
まあ、されているんですよ。ほう。意味が50の漢数字です。あ、そうなんや。そう。で、水仁天皇も以前ユダヤ系の流れがあるよっていうお話してきましたよね、うん、はい。で、50の数字が息子にもついてるけれども、うん、この飛鳥神社の御祭神はこの50の名のつく錦入彦の命だと、いうふうにも考えられている。はい。シュメールを表すその文字が使われているソハラで一番古い神社にシュメールで神聖視されている50の字が入る神様が祀られているっていうのも面白いですよね。そうっすね。次にね、鏡原市の東側にある鵜沼町を見ていきましょう。はい。この鵜沼町の鵜砂神社は村国増田神社で7世紀頃に創建されたと言われてます。はい。で、この地域を支配していた豪族村国氏が美濃国一宮の南宮大社の主人金山彦の命と、うん、尾張の国一宮の増田神社の出身、うん、雨の穂上がりの命と合祀して創建したとされてるんですよ。合わせて祀った。合わせて。この雨の穂上がりの命も出雲国伝やったら、まあ、徐福の別名やと言われてましたよね、うん、この徐福のルーツ、まあ、ユダヤ人だったと、はい、言われてましたけども、この金山彦の命の金山っていうのは鉱山を表しており、うん、金山彦の命は鉱山の神として信仰される存在なんですよ、うん、で、鉱山といえばケルトですよね、はいはい、竹内先生の説では日本にやってきたケルトの子孫は鬼と呼ばれていったと言われてます、はいはい、ということはこの地域に鬼にまつわる地名とか伝承などがあればシュメールの王族と来たケルトの痕跡はより濃いものとなるわけですね、うん、確かに。ね、鵜沼を越えて木曽川をさらに遡上していくと犬山市に入ります、うんうん、この犬山市は桃太郎伝説が数多く残る地であり、桃太郎伝説以上に鬼の伝説がねめちゃくちゃ多く見られるんですよ。なんとね、うん、鵜沼町のすぐ近くに早速鬼が現れます。お、そうなん。これが犬山にある桃太郎神社の桃太郎なんですけどもあ、これ桃太郎なんや。桃太郎生まれた時の桃太郎ですね。あー、なるほど。切られて生まれるんじゃなくて切られる前に出てますこれ自分から来てるよ。出てないとおかしいからねそうやんな。こちらが桃太郎神社にある優しい鬼の像です。優しい目がちょっといってますねトロントロン。背中へどうぞ言ってますけど、なんか背中に塗られることが喜びみたいな。確かに鬼やで。優しい鬼っていうのもなんか不思議よね。うん、怖いイメージ。そう、桃太郎伝説が色濃く残るこの木には桃太郎が退治しに行く鬼にまつわる伝承もいくつも存在しており、鬼の名前がついてる地名が複数存在してるんですよ。そうなんや。何もなかったらこんな名前つかへんね。うんうん。鬼を退治したのが桃太郎と呼ばれてるわけですから。例えばね、先ほどその文字が入った蘇南公園というのを見ましたけれども、うん、その南に行くとね、鬼ヶ島っていう地名があるんですよ。もうまんままんまであんねん、これ。で、他にも犬山から北東に位置する岐阜県可児市にも同じく鬼ヶ島という場所が存在してるんですよ。え、鬼ヶ島ってそんないっぱいあんの？あんま聞かんよね。あんま見たことない。ここに集中してるんですよ。へぇ。鬼退治で知られる桃太郎伝説は全国でいくつかあります、うん、蟹川のこう奇岩の多いね、奇妙な岩が多いんですよ、やっぱこの辺りは。へぇ。この一帯は桃太郎が鬼を退治した鬼ヶ島と言い伝えられてますね。さらに木曽川を遡上していくと鬼飛び山とか、鬼飛び山、鬼がすごいもう飛びながら逃げてったみたいな、そういう伝説がある鬼飛び山とか、鬼の首よ、鬼の首がこう祀られてる鬼の首山っていう名前が出てくるんですよ。へぇ。で、鬼飛び山には白隠禅師の座禅岩と呼ばれる巨石があって、昔は火災岩とか祟り岩と呼ばれていて、村人恐れて近づけなかったと言われてるんですよ。そんな巨石があって鬼がいて、これケルトだよねって話にもなるんですけど、確かに。この鬼の首塚は一説によるとね、正治元年の頃に関の太郎と呼ばれていた恐ろしい鬼の首が埋まった、まあ、そういう塚だと伝えられてるんですよ。あ、そうなんや。もともと鬼っていうのは日本書紀の水仁天皇記外典によると、うん、穴氏は火事、鉄器を作る火事は古の王、戦いに敗れし時は三夜に下って鬼となる、だが征服者に従う道もある、はぁ、まあ、記されており、はい、大和政権との戦いに敗れて三夜に下った火事師たちを鬼と呼んでいたことがわかるんですよ。この水仁天皇記の時代における火事師というのは竹内先生曰くケルトの末裔であり、石工や焼き火事の技術に優れており、屈強な肉体と強力な鉄器でとても強かったと言われてます。おそらくそこから彼らの子孫で山に住まう屈強な人たちを鬼と、まあ、昼するようになったんじゃないかと、まあ、考えられるわけですよ。なるほどね。国学院大学で神道を学び数多くの著書を持つ歴史家の富山学氏によると、大和の勢力は征服した人々に古来の神を捨て新しい神を信仰するように迫った、その祭祀に参加しない者複
さない者は祀らぬ民として排除された言っており、鬼とは自らの古き祭りを守ろうとした祀らぬ民であり縄文の神々であると言ってるんですね。そうなんや。このシュメールのラピュタの英知を受け継ぐ日本の出戻り組第一陣がね、シュメール、ケルト、ね、マガン族だったとすると、これ4000年以上前の話だから、はいはい、縄文時代なんですよ。そう。で、竹内先生が言う鬼とほとんど同じ考察をされていることから、鬼っていうのはね、時の政権に従わなかった縄文から続く信仰を持った人たちだということが言えそうなんですよね。そうっすね。そして大和政権に従わなかった悪い奴だということから、悪事を働いた人たちは鬼というようになったと、そういう風にも考えられてるわけですよ。なるほど。まあ、簡単に言ったら新たな支配者に従わなかった人たちのことを指すということにもなるわけですよ。そうやね。その流れの中で竹内先生のこう説を入れていくと、ケルトの血を引くカジチ集団の中でも特に大和政権に従わなかった者たちは、鬼と呼ばれたというふうにも考えることができそうです。木曽川流域からは少し外れますけども、鬼の首塚をさらに南東に進んでいくと、木曽川の支流であるカニ川の源流に鬼岩公園っていうのがあるんですよ。そこには鬼岩と呼ばれる巨石があって、もう鬼の首塚と同じ関の太郎と呼ばれた鬼が住んでいた岩だと。あら、そういう風に言われてるんですよ。あ、タオに住んでた。そう。そしてこの場所には気になるポイントがあるんです。それがこの場所が川の源流にある巨石だと、いう点なんですね。巨石。ラピュタ人っていうのは、まあ、熊本やったらね、巨石遺跡の多くは湾から河口に入って、源流へ遡上していくと。で、源流付近に巨石遺跡を作るみたいな、そういう習性あったよね。そうやね。これは海洋民族ラピュタ人が腐らない水を求めて源流を探し、その目印として、まあ、岩倉、まあ、いわゆるドルメンを作って祀ったっていう、まあ、そういうお話だったんですよね。はい。つまり海洋民族ラピュタ人たちの文化と同じ形で、このカニ川の源流ポイントに巨石の岩屋があるっていうことは、まあ、有史以前の太古の時代に海洋民族ラピュタ人がこの地にたどり着き巨石遺跡を作っていたっていう、はい、まあ、そういう流れになってくるわけですよ。そうなってくるね。で、海流から湾を探して河口を見つけ、源流をこう遡っていくと、こんな感じでケルトの痕跡とかいろいろ出てきて、ナーガ信仰とかね、はいはい、で一つの枝分かりした源流に行くと巨石が出てきちゃったというね。なるほど。これですよね。おほー、これよ。すごいな。すごいっしょ、これは。ね、熊本の牛と石山もそうだったんですけども、巨石遺跡が作られた時代とペトログリフが刻まれた時代はずれてましたよ。まあ、ラピュタが来てその後にシュメールと、はい、それは海洋民族ラピュタ人が巨石を用いた岩倉を作って採取を行った場所に、まあ、後世になってラピュタ人の英知を引き継ぐシュメール、ケルト、フェニケアといった人たちがラピュタ人と同じようになぜかね知ってたのかな。で、川を遡上してたどり着き、その採取場である巨石にペトログリフを掘ったっていう、そういうお話やったんやか。そういうことやね。このカニ川の源流にある鬼岩公園の鬼の岩屋も海洋民族ラピュタ人が巨石を用いて岩屋を作り、その場所に後世になって、まあ、ケルトが住み着いたのか、まあ、鬼の伝説になっていったっていう、そういうお話なのかもしれないっていうね。なるほど。想像膨らむよね。そうやね。少しルートがそれたので再び木曽川に戻りますね。はい。で、木曽川をぐーっと遡上していくと、美濃加茂を越えたあたりで川が2つに分岐します。おお。一つは木曽川本流、もう一つは飛騨川です。で、この飛騨川の方をこうぐーっと遡上していくと、七曹町を越え飛騨金山にたどり着きます。はいはい。ここでも鉱山を表す金山っていうね、文字が出てくるんですよ。確かに。この飛騨金山で飛騨川がまた分岐するんですけども、混ぜ川を源流の方へ遡上していくと、そこには僕たちも行った、はい、岩屋岩陰遺跡が出てくるんですよ。あー、岩屋岩陰遺跡ね。金山巨石群ね。はい。こちらの遺跡はもう一つのチャンネルトゥラクエの方でも、まあ、ロケした遺跡なんですけども、発掘調査によって、縄文時代早期の遺物が出てきていることから、8000年以上前に作られた巨石遺跡なのではないかと、まあ、考えられてるんですよ。古いね。これに関しては僕はもう世界遺産クラスじゃないかと思ってるんですけど、8000年以上前に木曽川から分岐する飛騨川の源流付近に、はい、こんな巨石遺跡を作ったとなると、なるとこれはもう海洋民族ラピュタ人の仕業としか考えられないですよね、これ。すんごい目印を作ったよな。そう。しかもこの金山巨石群は、ただ巨石を適当に並べただけではなく、調査した結果、意図的にこう言ったら
その方角がバラバラやから、ね、ちゃんと人の手で並べられていると。で、太陽運行を観測するために様々なギミックが仕掛けられてるんですよ。はいはいはい。例えば岩と岩の隙間から差し込む太陽の光が、岩に刻まれた形と同じになると、夏至や冬至、春分、秋分といった季節を観測できると言われてます。はい。すごいタイミングでピカーって太陽が入るみたいなね。入るね、日が。いわば巨石を用いた太陽カレンダーをものすごく昔に作ったと。あんなでかい岩でものすごい手間をかけてさらにそれだけでなく北極星を観測する岩まで存在していて、その岩には北斗七星の配置で岩に穴が開いてるんですただでさえどうやって動かしたかわからないほどでっかいね、バカでかい巨石をこのような緻密な配置に動かして、その上で季節を観測するための観測所として活用していたとしたら、この遺跡を作ったであろう海洋民族ラピュタ人っていうのは、もうとんでもなく高度な技術を持っていたと、いうことになりますよね。今でも絶対できへんもんね。そう。で、この岩や岩陰遺跡は木曽川ではなく、そこから分岐した飛騨川を遡上した先にありましたよね。っていうことは、木曽川をそのまま遡上していった場所にも、もう何かある可能性がありますよね。そうやね。それではね、もう一度先ほどの分岐ポイントに戻り、木曽川上流を見ていきましょう。はい。木曽川ぐーっとこう遡上していくと、美濃金山城跡が出てきます。おう。この地域は、蟹市金山町で、金山の音だけを残して、金山と文字が変わったようです。それにしても、鬼という文字とか、金山という文字が出てくるということは、はい、この辺りもね、ちょっとこう匂いますよねと。来たね。でそのまま、木曽川を遡上していくと、ね、またその、疎水橋が出てきます。お、またそうが。で、そこからさらに遡上していくと、笠木橋が出てきて、川が分岐するんですけども、これを中野片側の方へ遡上して、源流の中野片ダムの方へ行くと、お、ね、笠木山のピラミッドと、お、ね、大量のペトログリフが出てくるんですよ。あー、はいはいはい。ね、この笠木山のペトログリフは、一説ではね、エジプトのピラミッドでも古いんじゃないかと言われていて、お、めちゃくちゃ太古の昔から存在していたというんですけども、ほう、なかなかすごいですね。これ実際に明日の動画でいきます。はい。で、ピラミッド以前の時代に巨石遺跡を作ったとなれば、これまたね、海洋民族ラピュタ人が作った遺物の可能性高そうですよね。で、この笠木山のピラミッドは全部で4つあるんですけども、これら全てはね、夏至線上に配置されていることが分かっており、さらにそのうちの2つは別の巨石と合わせてオリオンの三つ星の配置になっていることが判明してるんですわ。オリオン来た。これ実際見たらやばいからね。で、オリオンの三つ星といえば、海洋民族ラピュタ人が信仰していた星でもありますよね。南半球のオセアニアで活動していたラピュタ人は、北極星を見ることができなかったので、オリオン座を信仰してました。その信仰は現在でも、マオリ族などに引き継がれており、日の出とともにオリオン座が見え始める時期を、新年として祝う、マタリキという祭りにも、その痕跡が残ってます。こちら、笠木山のペトログリフなんですけども、この部分は、宇宙神ベルの目のようにも見えますし、イルカガと呼ばれる雨を祈願する宣告なんかも見られます。ね、実際行っても見つけられへんかったけどね、こういうのがあるみたいですね。このイルカガは長が信仰していたマガン族の痕跡だとね、考えられるので、少なくともケルトやシュメールを立ち上げたマガン族は来ているというふうにもやっぱり考えられるわけですよ。そうやね。ということはこの木曽川の上流にもう間違いなくね、まあ、海洋民族ラピュタ人たちは来ていたんじゃないかと。来ていたんじゃないかと。これはさすがに笠木山あってよ。はいはいはい。金山巨石群もあってよ。こんだけ揃ってきたらね、ペトログリフ見つかってこんなこのシュメールの名前とか出てきて完璧やな。こんだけあったら、ね、まずラピュタが来て、そこにシュメールの王族やマガン族、ケルト人が訪れ、その後にフェニキア人とかイスラエル人が来た可能性がね、まあ、かなり高いんじゃないかなと。これも推理通りどころか、これ以上になんかピタピタというかね。ねえ、こんだけ揃ったらばね。あれ言ってよ、いつものやつ。ピタピタ？ピタピタ、俺のやつやぞ。こんだけあったらどうなんすか？こんだけ、あれいつものやつ何やったっけ？ピシャピシャのドンやないかい。ピシャピシャのドンやった、忘れてた。あんたスタンプにもなってるやんか。最近わしとかピシャピシャのドン使っとんねん。あんた忘れんといてよ。忘れ始めてたわ、ピシャピシャのドン。忘れ始めてたか。使っていこう。頼ますわ。で、先ほどお話した金山巨石群こと、岩屋岩陰遺跡も8000年以上昔に、まあ、海洋民族ラピュタ人が作ったと考えられるので、この木曽川っていうのはもう太古の日本では
もう海洋民族ラピュタ人のもう超大事な、うん、生息区域だった可能性が出てきたわけですよ。いや相当残ってるからね。そうで今回ねだいぶこう話しちゃったけれども明日の動画では、はい、実際に現地調査をしていきたいと思っておりますからね。はい行ってみましょう実際。ここまで言うても、うん、Google マップ上で確認できる範囲の情報から、うんまあ、考察しただけやからそう、ねまあ、この情報をもとに次回は、まあ、実際に現地に赴き、うん、フィールドワークをしていきたいと思いますので楽しみにしていてください。はいということで本日はここまでとなります。はい終わりましたね。終わりました面白かったらグッドボタンチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。はい動画の感想とか応援のメッセージもめちゃくちゃ楽しみにしているので、はい、ぜひコメント欄からお知らせください。ぜひお願いします。でねまあ来たる、まあ、12月30日ですよ。おね私サムがもう全部開放する全部開放で禁断のトークライブを開催いたしますのでうわっ、ね、ぜひね、概要欄からチェックしてください。全開放、まあ、全部オンラインなんですけど今回ねオフラインなしで、うん、オンライン特化型なんですけど、いやすごい初挑戦。11月中にこう購入いただくと、うんまあ、僕たちのトークライブ後のアフタートークライブがついてくるっていう、はいまあ、なんとも言えない特典がついているのでなんとも言えない。ぜひ早めにチェックしてほしいんですけれども、ね、11月中に他にもね僕たちのニュースをいち早く配信しているトゥーランドビルク公式 LINE とか、うん、もう一つの YouTube チャンネル、うん、トゥーランドクエスト、はい、そして YouTube では絶対に話せない裏側を公開しているニコニコチャンネルプラスとか、うん、ライブ配信の重要シーンとかまとめ動画気づいてくれてるトゥーランドの小部屋の URL も全部概要欄にございます。全部概要欄に揃ってるのでチェックお願いします。でねもう最近ちょっとね改めて話題になってきてるとは自分で言ってしまいますけども私サムが初めて書いた小説、はいで古事記転生ですよ、うん、古事典ね考察本じゃないですからね。はいストーリーです。ストーリーですよまさきも出てますからねチラッとね山手線とかね山手線全線とか、はいはい、で大阪の地下鉄全線にポスターも載ってたりしてちょっとね舞台化もしたりしてね。いやすごい盛り上がってるよ。盛り上がってる古事記転生の URL も概要欄にございますよ。はいぜひチェックしてくださいよ、はい、それの Vlog もうほんまにねいろんなことにチャレンジしておりますと。まさきさんもね愛知県の常滑で村作りしてますと。はい村作りもしてますと。誰でも来ていいんでしたっけ。はい誰でも大丈夫です。連絡ください、ね、このご時世にこのご時世にフリーだとパカパカに開いております。それでね本日はこの辺でございます。はいまたねバイ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 。明日はフィールドワークやっほー楽しみだ楽しみだー。